さんお楽しみをいただいてますでしょうか。今日は週刊少年サンデーで連載中、大人気漫画銀のさじシルバースプーンですね、テレビアニメの放送を開始記念して、さまざまなイベントがアニメの中にも出てきております。この帯広競馬場でいろいろなイベントが、ね、繰り広げられています。その中で今日はこのスタジオに素敵なゲストをお迎えいたしました。八犬遊歩役の木村良平さん、そして三影明役の、三宅麻里恵さんです。こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、もう皆さんお待ちかねのことと思いますので、まずはお一人ずつ一言ね、これはもう全国の皆さん、世界中の皆さんに応援されております。プレッシャーをかけて八犬遊歩役の木村良平です、はい、よろしくお願いいたします。三影明役の三宅麻里恵です。どうぞよろしくお願いいたします。さすがね、声優さんという感じで声が張ってらっしゃる、綺麗な声です。いや、もうずーっと僕はずーっといい声だなって聞いてたんですよ。でもね、すごい。本当はね、画面に出るよりも放送で聞いてる方がいいんじゃないですか。とんでもない、とんでもないです。今日はお二人にもうこのね、銀のさじについていろいろとお伺いをしたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。まずは実際この舞台である帯広という地に来られて、はい、どんな印象をお持ちか、お一つずつ。気持ちいいね。気持ちいい。今日また天気いいですからね。そうですね、到着が昨日だったんですけど、はい、こう飛行機でこう降りてきた時にこう雲を抜けるじゃないですか、はい、その時窓見てたらバーッと広がるわけですよ、畑が、うん、畑が、はい、お家が、家がポッポスポスとあってね、はい、それがすごくその自分が銀のさじっていう作品で知ってる雰囲気ともうピタッとあったので、それもまた嬉しかった ね。知ってたからこそ親しみがもう来た瞬間に、あ、見たままだなって思って、はい、北海道に住んでる、帯広に住んでるものとしては嬉しい限りでございます。ずっとじゃあ空港から信号のない道を延々と走り、あ、すごいですね。もうなんかこう後部座席で喋ってて、こうふっと前を見たらスコーンって道がずっと抜けてるんですよ。直線で、そう、感動しちゃった。やっぱ広いっていう感じがすごく、そうですね、うん、もう十勝平野の真ん中にありますので気持ちがいい、空気もねすごい湿気もないんで、うん、そうですね、過ごしやすいですよね。お肉があっても割とカラッとしたなので、うん、まだね、でも今年は本当に暑さがまだまだで、夏がまだ来てないという状況なんですけれども、うん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 、今日はでもね、お日様が出ております。そうですね、気持ちがいい、はい、うん、よかったと思います。さあ、そんな中、万栄競馬ももちろん初めてですよね。初めてです。どんな感じですか。いや、馬がすごい大きいんですよね、うん、思ってた以上に、ますもんね、はい、そう、なんか最初あのさっきのトークコーナーというか、はい、トークショーみたいなのをやった時に、はい、もう馬車で登場させてもらったんですよ。見てました。もう大はしゃぎしてるよね、はい、その時にこう裏で初めて近くで見た時に、この迫力はちょっと言葉では説明できない、うん、こんなに大きな生き物というかね、あ、なるほどね、触らせてもらった時のあの、あったかさ、生きてるんだなっていう、ね、あれね、乗るとまた上にまたがると、はい、その温かみは全体で感じることができる。ああ、乗ってみたい ね、 ね、この機会に、はい、どこのタイミングで乗せてください。ぜひぜひ。小さい子供たちもよく帯広競馬場に来て、はい、今日のミルキーやリッキーなんかにも乗って、うん、そういう体験ができるんです。そうなんだ、いいな。はい、さあ、それでは銀のさじですけれども、どんなところが見どころ魅力というのかをね、教えていただきたいと思います。どうですか。はい、やっぱりあの人と動物の接し方とか、うん、食事がよく美味しいものが出てくるんですけれども、はい、食事っていうのは生き物と、うん、ね、あの野菜とかいただくっていうものだと思うので、はい、命をいただくってどういうことなのかなっていうのを考えさせられるような作品というのが魅力じゃないかなと思います。なるほどね、はい、食い物ですね。やっぱり食べるんですね。もう食い物ですね、もう見てて、うわ、食いたいな、うまそうだな、あれ食いたくなっちゃった、見たせいでって思ってもらえるような作品に仕上げたいなって、うんうん、そうですね。あの今ね、お話にもあった動物とそして人間関係、そういった、食物に関しても必ずこう連鎖していて、はい、帯広のこの万栄競馬の
馬の、出す糞とかがまた再利用されて、はい、食物になったりっていうことにもやっぱりお手伝いされてるので、うん、キノコなんかがね、トカチのトカチマッシュという今ね、はい、ブームになってるキノコの醤油の堆肥で作るんですね、うん、そうなんだ、うん、すごく美味しいキノコです。いいですね。お昼に来て何か食べましたか？あの昨日ね、はい、うん、そのこの土地で作った野菜とかお肉とかをもう使ってる居酒屋さんで、はい、うん、たくさんもういっぱい食ったね。食べました。今ちょうどねお野菜も美味しい時期なので、うん、アスパラなんかもね、はい、シーズンですから、まだまだ今日も食べていってください。そうですね、楽しみにしてます。はい、さあそれでは全国の皆さんに向けて、はい、この銀のさじ、ね、シルバースプーンのぜひ宣伝をお一方ずつお願いしたいと思います。頼みます。あら、帯広が舞台なので、はい、帯広ってどういうところかなっていうのをね、この作品で感じられる、はい、私万英競馬、うん、本当に作品にも出てくるので、これを機会に興味を持って、うん、この番組アニメから見られた方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、本当に直で見ると迫力が全然違うので、うん、ぜひ見に来ていただきたいし、アニメもぜひ見ていただきたい。はい、はい、そうですね、この土地に来れてよかったなって、本当に思います。やっぱり土地を描いてる側面もすごく大きい作品なので、はい、この土地がいかにその作品からも伝わる良さってもはっきり見えたし、うん、人から愛されてるっていうのもすごく分かったので、うん、はい、そして、作品自体は、軽妙です。すごく明るいタッチで楽しんでいただいて、はい、見終わった後に何か少し心に残るものがあればいいなと思いますので、うん、ぜひ。なんか優しさを感じられるような。そうですね、うん、何か一つ考えられることができたりとか、見てよかったなと思えるものになっていると思いますので、はい、もうすぐ放送開始です。ぜひお楽しみに。はい、お二人もこれを機にまたプライベートでもね、北海道に、いや来たいですね、本当に、うん、北海道一周するということになるとかなり日数もかかりますので、ね、じゃあ、ね、何度か来ないと、何度かですね、ぜひまたいらしていただきたいと思います。はい、銀のさじシルバースプーンのテレビアニメはフジテレビノイタミナ他にて7月11日より放送開始となります。またこの北海道でも北海道文化放送 UHB ですね、こちらで7月14日日曜日の25時、夜中になりますね、その時間帯から放送開始となります。どうぞ皆様楽しみご覧をいただきたいと思います。今日は声優でいらっしゃいます八軒優吾役の木村良平さん、そして三影明役の三宅真理恵さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。